ちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は、先ほど車をさっと洗ったのでまっすぐ帰るのもちょっとなと思ったので、ちょっとひょうたん島公園というところが、もしかしたらひまわりが咲いているかもしれないので、ちょっと行ってみたいと思います。で今からこれが佐賀の北部バイパスっていうのか、環状線の、北部バイパスっていうところですねに合流して、そのままひょうたん島公園に向かいたいと思います。咲いてるといいんですけどね。まあでも今年はね、梅雨が長すぎるぐらい長かったので、薬局というか職場でもひまわりを育てていたんですが、なんかちょっと咲かずに終わりそうなんですね。まあ僕自身がこう育てるのが下手くそっていうのがあるんですけれども、なのでね、せっかくだったらこう満開のひまわりがもし近場であるのであれば見てから帰ろうかなと思いますので、ちょっと寄り道してから帰ろうと思います。にしても車洗うの暑かったですね。まあ、今が3時半ぐらい、3時40分ぐらいなので、まあ暑い時間帯に洗った僕が悪いんでしょうけれども、結構汗だくになって車を洗いました。ただ車を洗うこと自体はね、全然嫌いじゃないので、こうむしろこう楽しみの一つとして車を洗っていますから、まあ息抜きですよね。で、こう車を洗って、まあ、乗ってる時は車が綺麗か汚いかなんて分からないんですけども、このやっぱりフロントガラスとかガラスが綺麗になるとやっぱり気持ちがいいですよね。なので日曜日に車を洗っておくと、月曜日にこう気持ちがよく仕事に行けるっていうのはやっぱりいいことなのかなと思っています。こう通勤時間を楽しむっていうのを考えると、やっぱりこう車が綺麗っていうのは楽しむっていうのにはやっぱりこうプラスアルファとして働くと僕は思っていますので、そういったところにこう何て言うんですかね、幸せっていうのを見つけられるかどうかっていうのは結構大きな違いだと思うんですよね。なので日々がこう大変とか今まで辛い経験をたくさんしてきたっていう人ほどこそ、こう日常の何気ないところに幸せを見つけるアンテナの感度がかなりこう僕は高くなっていると信じているので、こう日頃頑張っている人っていうのは普通の人が当たり前にできていることがやっぱりできていなかったりするわけですよね。例えば友達と遊びに行けないとか、時間がなくて自分のことができないとか、ゆっくり休めないとか、それこそこうずっと頑張り続けていると交感神経が働くので緊張してなかなか眠りが悪いとかっていう時に、こうたまたまゆっくり眠れたとか、こう少し時間ができて自分のことができて遊べたとか、こう行く時に、まあ、僕であれば好きな車でドライブができたとかっていう、その何気ないことに対して幸せを感じることができるっていうのはやっぱり幸せの感度が僕は高くなっていると思うんですよね。でそれができない、それが当たり前にしている人っていうのはやっぱりこう日頃本来は幸せなことが当たり前になってしまっているので、やっぱりこう人よりも幸せを感じにくくなってしまっていることがあるかもしれないので、まあ、日常の当たり前になっているほどこそこう感謝の気持ちっていうのがやっぱりこう大切なのかなと思います。なので幸せか幸せじゃないかっていうのは今すぐ自分で決めることができることだと僕は思っているので、やっぱりこう今が幸せって思う人から幸せになっていくと思いますし、あれが足りない、これが足りないって言って足りないところばかりに視点がいってる人はもうずっと足りないが続くでしょうから、なかなか幸せに近づけないと思いますもんね。なのでこう不思議なものでこう自分が与えようとして頑張って与えている人から幸せになっていって、たくさん得て、あれも得た、これも得た、でもこれがない、あれがないみたいな形で、ずっと欲があるっていうのは悪いことではないんですけども、欲ばかりっていう風になると、やっぱりこう幸せから遠のいてしまうのかなと思います。だって、一つは何かを得るっていうのは、何かを失い始めるとイコールなことなので、形あるものは全て失うわけですから、そう考えると、もう今の状況が幸せと思えた人から、やっぱり幸せになっていけるのかなと思います。ということで僕は今日は好きな車を洗うことができて、で今からひまわりを見に行くっていう
ということで、ひまわりが咲いていれば幸せ、ひまわりが咲いていなくてもドライブができたからやっぱり幸せみたいな形でちょっと今日は過ごそうかなと思いますので、もう着くのでね、ちょっとそのまま動画を撮ってみましょうか。でちなみにこれGoPro の8で撮影してるんですけれども、マイクをこうカチャッとはめるやつをつけてるんですよね。でそれをするとマイクをフロントとバックと切り替えることができるんですけれども、今バックにしているので、この方がなんかこうおっと綺麗に音が拾えるんですけれども、まさかの満車みたいな感じですね。いっぱい止まってますね。止めていく。